今回は、はい、1等前後賞合わせて6億円というふうになっておりまして、はい、これがグリーンジャンボ宝くじ史上最高額というのが一番注目していただきたいポイントになっております。あのグリーンジャンボ宝くじで皆さんに素敵な春の訪れを感じていただけたらなというふうに思ってます。3月末までが任期なんですけれども、もうほとんど全国回らせていただいて、こういった活動もしないと行くことがなかっただろうなというような場所にも行くことができるので、茨城の方は初めて来ました。すごく親しみやすいお人柄の方ばっかりで、茨城の方とお話できてすごく嬉しかったです。あの梅が少しずつ色づき始めていて、すごく綺麗だなと思って、またプライベートでも来ることができたらいいなというふうに思いました。朝食であの納豆をいただいて、あの日頃から好きでよく食べているので、あのこの茨城の水戸の納豆を食べることができてすごく嬉しかったです。八木さんはどちらの出身なんですか？熊本です。今回のグリーンジャンボ宝くじは1等賞金が4億円、また1等の前後賞はそれぞれ1億円で、1等前後賞合わせて6億円とグリーンジャンボ宝くじ史上最高の賞金となっています。当選本数は1等が17本、1等の前後賞が34本で、億万長者が最大で51人誕生する予定なんです。発売は3月13日金曜日までで、価格は1枚300円です。お近くの売り場でお早めにお買い求めください。茨城県の皆様に幸運が訪れますことをお祈りしております。もう自分自身も楽しんで、あの幸運を届けると同時に、私もすごく